どうも、ひこぼんです。今ね、絶賛イースターイベント開催中です。まあ、よりによってね、この時期に卵孵化がメインのイベントっていうね、まあ仕方ないですね。この時期イースターですからね、できることをやっていきましょう。今2キロ卵から花飾りピチュー、あと花飾りトゲピー、あとピンプク、ゴンベ、バルキー、ディーシャン、ディオルが出てます。この中でね、特に狙いたいのはピンプクとディオルの色違いです。今ね、卵の孵化に必要な距離が1/2。これはもうすごいチャンスです。上で家で卵化です。ここで重要なのが、いつでも冒険モードです。いつでも冒険モード、 iPhone だとヘルスケア、 Android だと Google フィット。これね、通常だと GPS の距離に応じて距離が加算されるんですけど、いつでも冒険モードだとこれにジャイロセンサーっていうのが加わるんですよ。スマホの機能にジャイロセンサーってあるんですけど、それは別に距離じゃなくて、なんか動きなのかな、角度なのかな、わかんないですけど、動きに反応して距離が加算されるんですよ。まあ、距離っていうか運動量。階段とかはそうですね。階段とか運動してるのにね、距離稼げないんじゃつまんないですからね。それがジャイロセンサーによって、このね、何ですかね、動きですかね。まあ、それによって距離が加算されます。手で振ってみたんですよ、実際。したら実際距離加算されるんですよ。うん。ただね、腕だけだとなんかバランス悪いなと思うので、全身運動。で、何かないかなって考えた結果、踏み台昇降がいいかなと思って今回やってみることにしました。今このね、今日卵揃えました。9連、これ全部踏み台昇降でやってやろうじゃないかと思ってます。踏み台昇降でやっつけてやるぞ。何分ぐらいでいけるのかな、少なくとも20分は頑張ってみたいと思います。20分でね、どれぐらい距離が出せるのかやってみたいと思います。まずは孵化装置セットです。普段ならね、この有料孵化装置を2キロ卵に使うなんてことはないんですけどね、まあちょっと試しにやってみます。 700m で孵化ですからね、これならなんとか動画中にできそうな気がします。700m が果たして何分で到達するのか、その辺が興味深いところです。こんなに有料孵化装置を使ってしまった。私はね、卵孵化にはそんなにお金をかけるタイプではないので、たまにドドって使う時もあるんですけどね、ことごとく色違い出ないんで、もう完全に諦めてます。地域限定の色違いの時にね、1日いつも2連してたんですよ。この9連を2連9連2セット、それでも出ませんでしたからね。あれはひどかったですね。あれでもうちょっとこいたんですけどね、でもたまにつぎ込んでます。まあそれは置いといてと。で、今回やってみます。いつでも冒険モードっていうのはポケゴを起動してる時も働いてるんですかね。働いてると思うんですけどね、どうなんでしょうね。切った方がいいのかな。切らないとなんか GPS が優先されてしまいそうな気もするんですけど、いや、このままやってみようか。もうやってみますね。これでやってみます。本当はね、踏み台の運動のやつ買おうかなと思ったんですけどね、お試しなんでね、これでやってみることにしました。壊れないことを祈ります。レッツ踏み台。では行きます。ちょっとこの画面だとね、距離が加算されないので、ちょっと切り替えてみます。どうでしょう。あ、動いてない。ただこれしばらく時間かかるんですよね。もうちょっと待った方がいいのかな。
ちょっと起動し直してみます。ちょっとね距離加算されてくんないとモチベーションも上がらないですよね。ダメっすね。ちょっと分かんないな、これな。ちょっとそこで座って様子を見てみます。あ、来た来ました来ました。油断したら加算されました。 400m 来てます。これ余裕ですね。あと 300m 頑張ってみましょう。イエス。これ反映のタイミングがちょっと分かんないですね。ちょっと止まると反映されるのかもしれないです。一概に何分運動したかって言えないですね。多分これしばらくしたらもうちょっと加算されると思いますよ。おお、来た来た来た。これ必要になっちゃった。やっぱり少し止まると加算されるみたいですね。ちょっと弾がありません。あ、来ました来ました。終わったです。ほい、これでね何かしらの色違いってくれるとミラクルです。おー、バルキー。おー、リオル。おー、なんかすごいの来た。すごい演出だな。プシューって光が凝縮しました。出てきたのリボンですよね。ガクっていうそんな派手な演出必要かなっていう。おお、リオル、すごい確率ですねこれね。リオル、あんなに出なかったのにね。あー、ピンプちゃん。おー、リオル、すごいな。おー、またすごい演出、すごい演出入りました。まあ色違い来てくれ。あー、ピンクちゃん。おお、ピンプちゃん。というわけでね、ふかしたのはこんな感じでした。まあ 700m なら10分ちょっと。まあ正確な時間ここに書いておきます。ただね、あの範囲がね遅いんですよね。なもんで余計にやってるかもしれないです。だからまあ休憩、あんな一気にはないでやればいいんじゃないかなと思いますね。休憩挟みつつ確認しつつ、あ、こんだけ増えたみたいなね、次やってみようみたいな。あの踏み台昇降は重けですからね。重要なのは手の振りですからね。どれぐらい振ればいいのか分かんないですけど、まあ、大きく振った方が
運動にもなるし加算しやすいと思うのでやりました。まあ撮影しやすいのでベランダでやりましたけど、部屋でも十分できますからね。2人分ぐらいのスペースあるから、まあなんかこうなんか体動かしてぜって人はやってみるといいかもしれないです。まあ私もねこうストレス溜まってやってみたいと思います。というわけで今日は踏み台昇降で卵管理チャレンジでした。どうもご視聴ありがとうございました。